まあ、基本的に時間っていうのを間って書くでしょ。で、空間も間って書くじゃないですか。間って書くでしょ。字で言うと。で、空間、時間とか空間は存在しないと。私たちのこの脳がその時間を感じたり、時計を作った時に時間は発生するんだって。そういう時間と空間は本来、存在しない。まず空間から行くと、皆さん今ここにいるでしょ。で、ね、この会場にいる。また東京にもいる。日本にもいる。ね、地球にもいる。宇宙にもいます、ね。まあ一番正しいのは宇宙ですよ。であとはみんな、その自分のこの空間の中で空間で感じてるだけ。この空間全部取っ払ったらこの空間は消えます。でしょ。だから自分たちの捉えたこの目線とかそういう動線とかそういうもので空間を捉えてる。だからこの小さな空間で捉えるのか。ビルを50階建て見るか、1階で見ると50階見るか、全然景色違うんですよ。同じ場所は同じです。で、そうした時に空間は消えます。時間はどうかっていうと、例えばこうね、そのビルの上から車が走ってる。こっちからこっちまで1時間かかる。ね、その車はこっちに行くと、1時間かかるの。ね、こう同時に見れるわけ。こっちにもうすでにいる車と、こっちから走ってる車。同時に見れる。そうしたときに時間が消えるでしょ。山の水が、ね、湧き水が出てる。そしてそれが下の方に流れていって川になり海に入っていってる。で、海に入っていく姿と湧き水の姿を同時に見れるわけ。上から見ると。そのときに そこまで行く時間は消えちゃうでしょ。だから私たちはその時間と空間をがいろいろ苦しめてる場合がある。その間という字、あれが、本来間はないんだと。私たちがこの脳で捉えてる間なんだよ。ということだ。だから短く感じたり長く感じたりするのは当然のことだ。寝てる時にはあっという間だとかね、嫌なことやってると長く感じるとかあるじゃない。